ということで最終戦になりました。そうなんです。今日はね、もう今シーズン最終戦ということで、はい、まあ、これだけ多くの方が、そうなんです、2時間半前なんですけど、はい、いつもより多い気がしますね。そうなんです、うん、もう鹿児島愛が伝わってきますよね。ちょっと最近芸能人っぽくなってきて来るたび来るたびに俺より先にで、そういうことにさ、ありがたいことに、はい、もう嫉妬してますありがたいですよ。いや本当ありがたいですね、うん、ありがとうございます。頑張りましょう。こっちまで来るようになってるからね琴音さんとほらありがとうございます。手振ってくれてる琴音さんどうやら目線の先が俺じゃなくなってるもんね寂しいな。おはようございます。テレビより可愛い。え？テレビより可愛い。テレビより可愛いって俺じゃなかった。嬉しい嬉しい。俺に言ってない正直だな。お母さん、今シーズン最終戦ということで、はい、こう何か1年の感謝をもしよかったら選手に届けたいなと思ってるんで。楽しかったです。ありがとう。また来ます。辛いシーズンだったかもしれないけど。スタジアムで熱い思いにさせていただいてありがとうございました。来シーズンも応援します。1年間苦しいシーズンでしたけどお疲れ様でした。ありがとうございます。楽しませてもらいました。もう選手にはいろいろと最後まで諦めないそういう戦い方を見せていただいたんで本当になんか自分自身もう頑張ろうって選手を応援後押しできるんであればっていうのがあってずっと、うん、来させていただいて本当に選手には感謝しかないです。ありがとうございました。かわいい。こんにちは。誰が好きなの選手。これこれって言ったのが鈴木選手。今日も応援してくれる。 OK ちょっといいですか見てもう選手みたいになってるの。すごいね。新加入。え、推しの選手は？藤本選手です。ああ、ノリか。いろんな思いがあるね。はい。1年間まず J2 で戦いきれたということに感謝したいです。まあ、自分もこんな格好してますけど、選手と同じ気持ちでエンブレムに誇りを持っているつもりなので、同じ気持ちで一緒にまた来年も、舞台は変わりますけど。戦えたらいいなと思います。こんにちは。キックオフ鹿児島です、はい、あどうもまずは逆に1年間サポートしていただき本当にありがとうございました。いやいや皆さんねたくさん来ていただいて今日もすごいですよね。いろんなねベテランが去っていくのは寂しいんですけどもうこれはぜひ受け継いで、来シーズン以降5年後10年後素晴らしいチームになるんじゃないかなと期待しています。みんな頑張ってください。お願いします。キックオフ。キックオフ。キックオフ。こんばんは。こんばんは。キックオフ鹿児島です。いやサポーターの皆さんの思いが溢れてましたね、はい、いやいやもう本当にまずは1年間応援サポートいただき本当にありがとうございました。ということでここでお知らせです。イオンモール鹿児島で行われるまるごと鹿児島フェスでキックオフ鹿児島のブースが開設されます。ブース内のストラックアウトにチャレンジしてくれた皆さんにはミニ感謝状とユナイテッドの鉛筆をプレゼントいたします。イベントについては詳しく、ホームページなどでご覧ください。それでは昨日の今シーズン最終節を見ていきます。5年ぶりに挑んだ J2 の舞台。およそ8500人のサポーターに見守られての最終節です。先日現役引退を表明した木村はキャプテンマークを巻き最後のピッチに立ちます。その木村は立ち上がりから体を張ってボールに食らいつきます。コーナーキックでもチャンスを演出。木村選手のキックが見れたことが僕は何より嬉しかったですね、うん、するとユナイテッドの大きなチャンスはカウンターから。鈴木がドリブルで詰めると田中へ。田中のシュートは惜しくもポストに嫌われます。なんか今シーズンのねシーズンを表すような本当にそんなシュートでした ね。今度はその田中から左の遠藤へ。遠藤が仕掛けてシュートするもボールを割れません。
後半は木村から7年半鹿児島のために戦った中原へキャプテンマークが託されます。まあ、シュートといえばね、J2 昇格最初決めた時とね、開幕戦のゴールが思い出深いですね。今シーズンで鹿児島を離れる有田光輝や、先ほど契約満了が発表された五稜も投入。その五稜がいきなり見せます。いや、自分の良さはこれなんだっていうのね、もう本当に最後のピッチで見せてくれましたね。痺れました。その後は花とも出場、足元のテクニックで最後の最後まで鹿児島のサポーターを沸かせました。楽しむってこういうことなんだなっていうのをプレーで見れましたよね。はい、ユナイテッドは最終戦を引き分け、今シーズン19位で幕を閉じました。どんなに苦しくても声を枯らし、大きな声援で我々と共に戦ってくださいましたサポーターの皆様に感謝の一言しかありません。1年間本当に本当にありがとうございました。そして今日午後、浅野監督の退任が発表されました。またゴールキーパー大野選手も契約満了となっています。まあね、哲さんは僕は本当に途中出場田上隆を作ってくれた人だったんで、本当にもう感謝しかないです。ありがとうございました。お疲れ様でした。そして今週最後は VTR でお別れします。長年ユナイテッドを支えてくれた選手たちのシーンを VTR でまとめました。田上さん、対談する選手に一言ぜひお願いします。はい、もう本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。僕は今シーズンをもって現役を引退します。その右足から数々の得点を生み出してきた木村選手、引退セレモニーの挨拶でこんな思いを聞かせてくれました。いつかまたこのエンブレムを着て皆様と戦えることを願っています。なのでお別れは言いません。また会いましょう。鹿児島のサポーターの人たち熱いなというのはすごい毎試合感じているので、そういった人たちに本当帰る時にも今日の試合を楽しかったねと言ってもらえるように僕たちも頑張りたいと思うので、来週の試合も一緒に戦いましょう。鹿児島に来てなかなかコンディションが整わなかったり、したんですけど、ようやく一つ、役に立てたというか、2桁は最低いきたいですし、20は行こうかなと思います。ただいまでいいんすか以前いた時には叶わなかったJ2 昇格っていうのを、移籍してからもずっとこう悔いに残ってたというか。ありがとう、ありがとう、みんなおめでとう。1シーズン1シーズンしっかりと僕の中には刻まれてますし、
もっと言ったらこの1試合1試合っていうのは本当に刻まれているので、まあ、どこに行ってもまあ忘れないこの7年半だったなっていう気持ちと、まあ、本当にファン、サポーター、スポンサーの人に支えられて自分は頑張ってこれたっていうのがあるので、その人たちの支えがあってこその7年半だったなっていう気持ちがあるので本当に感謝の気持ちでいっぱいです。